ノートには興味がないので、気にも留めなかったが、過去にも織り込まれていたようだ。確かにこの文面では安いのか判断できかねる。注目したのはこの部分。ゲムテックでは協定を結んである市町村に対し、ノートの貸し出しを行っており、機器を常に入れ替えている。事実なら自社で納入した PC を回収して販売しているということになる。単なる中古回収業者ではないという主張だ。会場についてはいけないことはないが、気軽にちょっと覗いてみるというような立地ではない。